こんにちは。ブローガーそしてフォークシンガーの原慎一です。1年半続いてきたウクライナ紛争がこれを機に新たなフェーズに入るかもしれない注目すべきイベントの発表がありましたのでお伝えします。米国とウクライナによるウクライナに対する安全保障の提供に関する会議がスタートします。建前は安全保障ですが実質 武器支援や訓練に関する計画とみられます。まずはロイター記事の要約を抜粋朗読します。ウクライナのイェルマーク大統領府長官は30日、北大西洋条約機構、NATO 加盟手続きが完了するまで、どう安全の保障を確保するかについて、米国と今週協議を開始すると明らかにした。主要7カ国、G7 は、 リトアニアで今月開催された NATO 首脳会議で、ウクライナに対する永続的な安全の保障支援に向けた国際的な枠組みを発表しており、米国との協議はこれを受けたものとなる。イェルマーク氏はテレグラムで、安全の保障はウクライナがロシアによる将来の打撃に打ち勝ち、抑制する能力を確保するための 具体的で長期的な義務になるとしウクライナが NATO 加盟を確実にするまで効力を持つと述べたウクライナは現在西側の武器によって軍事力を強化されているがロシア軍が撤退するまではさらなる交渉には参加しないと表明している以上ですがこの交渉の米国側の事情と意図について 以下、個人的な見解です秋以降、米国の議会では来年度予算が審議されることになります会員で共和党が多数を占めましたので議論は白熱すると予測されます特にウクライナへの武器支援については一銭とも出さないと息巻いている議員もいるほどですから 本当にそうなってしまうと現政権としては大変です。そこでロシアに対抗できるだけの武器をウクライナへ継続して提供していくということを国際的な取り決めとして規定路線化する狙いがあるとみられます。対外的な公約として予算をつけざるを得ない枠組みを作る。従い、この 米政権とウクライナの安全保障会議にカイン共和党がしっかり絡んでブレーキをかけられるかどうかは重要なポイントになると予測しますもう一点交渉の過程で米国はゼレンスキーに停戦を要求するのではないかと推察しますこれまでのようなペースで武器支援を行うことはカインを共和党に握られている以上無理がありますし 来年の大統領選挙がまた大きな不確定要素です。仮に紛争が続いたままトランプや r f k ジュニアに政権を引き継がれてしまうと武器支援の打ち切りにとどまらずこれまでの戦争責任や腐敗を追求されかねませんので携わった政治家や官僚はもちろん軍産複合体にとっても大打撃となります。ここはペースダウンして 一旦収束させサスティナブルな武器市場としてウクライナを温存することがネオコン勢力にとり必要ですまとめると米国の次年度予算そして米大統領選がここからはウクライナ紛争に大きく影響してくるフェーズになります一方そうなる前にできるだけ戦果を掴み取ろうとする動きがこの夏から初秋にかけ起きてくるかもしれません ウクライナ軍の動きにも要注目です。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。声優